なコメントが届いてたんですよね。絶対に抵抗する連ドラ作ってください。今日だけ運営の仕業なのか、連ドラ外しまくったのでよろしくお願いします。絶対に成功する連ドラ、すなわちこのデッキなんじゃないかなと。4試合ほど取ってきましたが、4試合全て見終わった頃にはあなたはこのデッキを作っていることでしょう。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、ミステリーキューブバルガライザー、ミステリーキューブ流星カイザーバルガライゾーでね、始まったオープニングハンド。さあやっていきましょう。私の実力見してやると。なるほど、やっていきましょう。こっちもねミステリーキューブしか、まあほぼミステリーキューブ以外ね、すべてドラゴンで構成されているねデックなんで、まあリスナーさんからね、まあ失敗しない連ドラ、まあ上振れる連ドラ紹介してくださいとね、まあコメントが来たからには、まあこのデッキね組むしかないんじゃないかなといったところで、まあ基本的にこれは6マナまでマナを貯めるだけです。はい、考えることはとわりゅうとわりゅうとわりゅうと、考えることより祈ることの方が多いこのデック、とわの流星カイザー。これ勝ったね。なぜかといったら、もうこれとわりゅうが出たおかげでミステリーキューブとかこのバルガゲイザーが全てスピードアタックを得るんですよ。でこれバルガゲイザーなんで採用してるかというと、バルガゲイザーって進化クリーチャーも踏み倒せるんですよ。なんでバルガライゾーも踏み倒すことができるっていうね。さあ始まっていきますよ。さあ特攻人形ジェニー、まあこれ何でもいいかな正直。ゲイザー抜かれたとしても、そうミステリーキューブがあるし、キューブ抜かれたとしてもね、キューブ2枚あるんで、あとは2ターン耐えるだけ。2ターン耐えたら何かが起こります。あ、ここでね2点パンするのは、まあいささかちょっときついね。もういささか先生もびっくりなくらいきついと思うんで、まあ、どれくらい上振れるかが、まあこのデックの勝負になってくるんで、あ、まあとりあえずエンディングかな。で、まあ、あとトップで何かしら引いて期待感はあるんですけど、まあとりあえずエンドですね。まず考えることは何もない。あとはぶん殴るだけの、ただ簡単なお仕事なんでね。ブレインストーム、相手のデッキもなんかちょっとね面白そうなデッキですけども、さフランツ一世、優れた打ち手とは何か逆に教えてあげようか。優れた打ち手を、これ、トワリュウ破壊です。で、まあ次、トワリュウが何かしらの手段で、まあこれデスゲートケアだから、まあ処理されたとしても、ミステリーキューブあるんで、まあこれ多分バルガゲイザーより、ミステリーキューブの方が、まあどっちでもいいんだけどね、正直。もうバルガゲイザーもミステリーキューブも、ぶっちゃけまあミステリーキューブもね、バルガライゾー出るんで、結局一緒なんで、こっから上振れる物語、やっていきましょうか。何もない6マナで。さあ、偽りの王モーザルト、さあ、ちょっと濁ってしまったんで、さあ行きましょう。バルガゲイザー。ここはゲイザーでしょ、やっぱ。レンドラ使いとしては、めくってきてさ、黒神竜、バルガゲイザーで、バルガライゾー、これなんですよ。さあ、進化、ギャラクティ、ボルテックス、バルガライゾー、これすべてめくれるものドラゴンです。ミステリーキューブがなければ、やばくないか？最大出力。さあ行きましょう。バルガライゾーのメテオ版、発動で、ロマネスクが、電動なら、普通にバルガゲイザーからめくればいいじゃないですか。モーツァルト、ビュルヘルム、モーツァルト強すぎる。これもうちょっとさ、バルガドライバーとか出てほしかったからね。これ全部スピードアタッカーなんで、江口ですね。はいね、これもうすごいよ。こっから入れる保険あるんですか、相手。ないですよね、とは。さあ、トリガー発動で、サカサーファー。まあ、トワリをバウンスされると、リーサルはなくなりますけども、ぶっちゃけちゃけちゃけ関係ない。ここまで来ちゃうとね。やばいね。えぐいんだけど、さ、トンギヌスの槍。もう、槍じゃ無理だね。大砲持ってこないと。この軍勢を破壊するには、モサはスコープを使わないって？私は大砲よってバンガロールも言ってましたからね。ブータン、そしてブレインストーム。相手の回ったあれを見てみたかったけどね。でもさすがにこれは押し切りましたね。勝ったでしょう。さあ、ホームってやります。さあ、ビルヘルム。さあ、アクアサーファー1枚じゃ何もできませんと。さあ、バルガライザー。さあ、ゲイザーですよ。そしてミステリーキューブもあります。さあ、行きましょう。ミステリーキューブでバルガゲイザー。スピードアタッカーです。
あ、ごめん、とわりいなかった。スピードアタックじゃないわ。アイバルガライザー、すーごい、これやっぱ切り札勝負、リスペクト。さあ1点パンチでクロック以外であれば勝ち。これクロックだとちょっと危ないのか。危ねえマジで、ちょっと怖いよ。さあバルガライザー破壊されますが、さあホームってあります。さあライゾーめっちゃ見えるね。さあライザーでライズアップなんで、さあめくれるもので、最後に見せるんかいといったところで、バルガライザーでダイレクトアダック対戦、アードシュア。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、バルガライザー砲丸砲丸ミステリーキューブビルヘルムでね始まったモーツァルトなんですけど、さあこれは一旦モーツァルトを置きまして、マナ基盤確保しながらねやっていきましょうか。さあオリーブオイル、トップオブザデックがバルガゲイザー。さあビルヘルム置きましてエンドしましょう。さあ相手のデックはオリーブオイル、ミルザム、天文だね。これはまあバンベイトーベン入ってないんだよな、確かこのデッキ抜いたから。ドラゴ大王を出すしかないのか。バン、あれ確かバン抜いたんだよな、確かだけど。もうバンナイン大王に縛られる人生はねやめようと思って、バンとナンバーナイン抜いた気がするんだよな。さあ待って、ライオウ、トップがトワリュー、6マナ貯めるだけだからね。もうトップなんて6マナ貯まってから考えればいいから、正直ね。さあバンベイ答弁、さあロードリース、逆にこっちがバン出されるときついね。さあ5ターン目、さあ砲丸、神より定められしシークエンスですよ。で次はもうトワリューとか出てないんで、これバルガライザー出しちゃうと、でもこれ天文間に合っちゃってるんだよね。間に合ってません。さあトップがワールドブラッキオ、ピン出しブラッキオ。さあ行きましょう、砲丸ブラスター、これでバルガドライバー来た。こっから入れるものか、しかもこれアンタップしたら殴れますからね。さあバルガドラゴだよ、完璧です。これ出ません、ドラゴン以外のクリーチャーバトルゾーンに出ません。天も間に合ってません。これなんですよ、誰が本物なのか、誰が主人公なのか、目に見えるものが全て真実とは限りませんよ。さあ7マナ8マナのターンですね。エンド、あそうか、出ないのか、ドラゴン対応でも。さあバルガゲイザー、もうこれはもう定められしシークエンスを連打するだけです。さあ行きましょう、オーガンブラスターで流星カイザー。もうこれバルガゲイザー次からスピードアタッカーだし、ドライバーからめくれるもの全てスピードアタッカーです。さあバルガドライバーからのバルガドライバー、完璧だね。目覚めの時ですよ、お前たち。3点パンチ、ドラゴンたちを見してくれと、今日も多めにめくっております。さあバルガドライバーの能力で流星カイザー、強すぎ、強すんぎ、やばいね。やっぱ連ドラってね楽しい、一番性を実感しますね。さあ天文があったとしても、もうねドラゴ大王で出ないんで、ドラゴ大王でダイレクトアラック対戦、アートシュア。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、バルガドライバー、バルガライゾー、流星カイザー、バルガライザー、バルガドライバーでね始まったオープニングハンド、やっていきましょうか。もう声が出てないんだけど、やっていきます。まあハンドは悪いね、悪いとかじゃないんだよね。これ6ターン目にキューブか砲丸かバルガゲイザー引けてれば初動は完璧なんで、初動6ターンスタートですよ皆さん。今21段環境、まさかの初動6ターンスタートのデッキがですよ。まあこれはもう満を持してアルファリオを超えてしまうんじゃないかなと。さあコードキングモータルと、まあマナ基盤揃えましょう。まあトップはぶっちゃけもう関係ありませんからね。さあ2マナのターンですね。さあどうするの？さあスターインザラブ、さあ宿問だからできたことは。さあそしてトワリュー、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 はい、トワリュー。何のためにあなたはハンドにいるんだ、エンジャー。あんたがめくれれば誰も犠牲にならないで済んだのに、トワリュー。同胞たちが反流される姿を見るな。どんな気持ちで君は見ているんだなと。3マナ、コアクワンのお使いとか来て、4ターン目、チャーマチュンからのオレオレダークネスの前半です、ギュートン来そう。3マナ。3マナ使ってライズアップ。さあ、アクアスーパーミラル。さあ、宿問をここで、盾に加えますかね、お相手は。さあ、宿問をしっかりと、仕掛けて、トップがコードキング、ウィルヘルム。
6、7のカードが一切見えておりません。どうしてでしょうか。頼んますよ。4マナと、アクアスーパーミラルで殴ってくる。これミステリーキューブホーガンブラスター踏んだら、オーバー相手氏はその瞬間ゲームセットですよ。効かないんですけどね。とまり、これオレオレダークですね。ワンチャンあるぞ。逆にね。逆にチャーマ来てくんないか疑惑。チャーマ、ダークネス、トバリューで世界は変わりますよ。ないの？逆にアクアスーパーエメラルビーとか世界で一番きつい問題。ドラゴダイよ。なんだトップ。ゲイザー来た！お、ナイス！世界は変わりますね。このバルガゲイザーのトップ。これですよ。結局ね、初動6ターンなんで、6マナ溜まる間に6マナのクリーチャーが呪文を引いてれば、ハンドはいいです。正直。初手なんて関係ない。チャーマも置く。チャーマ呪文置くという選択肢を取ってきました。あ、なるほどね。あい、来た！いや、完璧だろ、これ。漆黒に染まんのは誰だ？あんただよ。さあ、トワリュー、そしてトワリュー。で、バルガゲイザーからめくれるものすべてスピードアタッカーを得ます。こっからバルガドライバー、バルガライザー、そしてバルガライゾー、バルガ兄弟をめくれれば、ここでホーガンとかさ、逆にモーツァルトとかさ、引きてんだけど、いや、そういうことじゃない、そっからじゃない、あの、縦からじゃなくてね、縦からモーツァルトじゃなくて、あの、バルガゲイザーから引きたかったのよ。さあ、これはもう殴るしかありませんね。殴りましょう、一点パンチ。さあ、バルガゲイザーのルクビレルメ、ちょ、命乞いをしてくれとは、葬ってやるぞ、俺は倒れんとは。さあ、アルファリオンも初回ってなんだ。アルファリオンを破壊して、ロレッツが回っていない。さあ、2マナブースト。なんでもござら、1点、あ、宿門の方殴ればよかったな。ちゃんと考えてね、デュエルした方がいい。俺に足りないのはそのデュエル能力。もう右手光ってる。主人公補正は鍛えてきた。エンドしましょう。で、あとビルヘルムでまたオレオレダークネス破壊して、多分トワリューにトンカチしてくるでしょうから、知らんけど。で、来なかったら謝る。チャーマジュン6マナで何がある。地獄門、デスゲート、やっぱりな。何があんの。アークはスーパーメロは関係ないよ、タップしておかれるから。ダークですか。オッケー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 。ビルだからね。で、これ多分トワリューは破壊してこないね。ゲイザーだね、破壊は。おっ、うわ、バルガゲイザー見せてあげようか。舐められてるよゲイザー。トワリュー2体いるのにバルガゲイザースルーしてきた。舐められてるよゲイザー。ミステリーキューブ、何が本当のミステリーか教えてあげましょう。ドラゴダイよ、俺で出ません。俺はね、バトルしない、スレイヤーだからね。あいつギガスラックだから。で、こっから見せてあげよう。俺をバルガゲイザーをスルーしたこと後悔させましょう。バルガライザップ、これ宿問なんだ絶対。リーサルでしょ。やっぱレンドル楽しすぎない、マジで。さあ、なんだ、クロックだったら俺は、でも出なくない、クロック。おっ、きた。さあ、これはこっから始める物語。さあ、トワリュー2枚目、スウィートスウィートスウィート。さあ、2点パンチ、いざ出陣です。さあ、トリガーは関係ありませんね、もう。さあ、これはトワリューの1点パンチ。クロックも出ません。宿門も出ません。もう、ロレツも回っていません。ドラゴ対応でダイレクト、アダック大佐とシャー。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ホーガン・ライゾー、モーツァルト・ビルヘルム、バルガ・ライゾーでね、始まったオープニングハンド、やっていきましょう。さあ、エルドラード、決して屈することはないと。こっちが屈しそうですけどね。さあ、天文デッキときたか。なるほど、なるほど。さあ、ミルガムザン、ミルザム。さあ、ホーガンブラスター。さあ、まあまあ、6マナホーガンから入れるのは決して悪くない。というか、理想ムーブまでありますね。正直言うて。さあ、ひらめいていく。ひらめく。さあ、エナジーライト。ひらめき、これ、俺のいただきライオネルのプログラムか、もしかしてだけど。さあ、ホーガン。さあ、神より定められし、シークエンスで。さあ、DLS プラック、そして、トワの流星カイザー。そして、バルガライゾーを置くことによって、こっから世界が始まりますね。世界は残酷ですよ、皆さん。さあ、ヘブンズも入ってるんだ。でも次、こっちのホーガンの方が早いからね。
さあ、大いなる知識、大いなる知識とは詳しく、大いなる知識はもう右手のめくり能力でね、ぶっ放します。知識より運です。さあ行きましょう。神より定められしシークエスバルガドライバー、これさっきも見た構図だね。ロードレースにバルガドライバーぶつけていく。でアンタップしてるクリーチャー殴れます。そしてバルガゲイザー、でもスピードアタッカーではございません。ドラゴンたちを勝ったね。スマンガ、スマンガ勝たせていただいた。敗北を知りたい。だってまた次ホーガン、バルガドライバー、バルガゲイザーよ。あー待ってないよ、ちょっとめんどくさいね。持ってるかな。うわーこれさ、ドラゴ大王とかめくりたいね。ドラゴ大王とかめくったらワテライオからライオネルとか、え、これなんです。もう誰が主人公なのってこと。主人公とは誰、これ、ね、俺のいただきない。あ、そっち、そっち、そっち。まあでも行くしかないよな、これ殴りますよ。もうオッケー、タップで出ます。ブロッカーが踏み倒されたとしても、待って俺主人公すぎない。はいはい、じゃあいいよ、もう何でもいいよ。ミルザムとかエルドラ何でも来いよ。タップしておかれるんだから。こっから相手まくれんの。まくれません。3点パンチ、バルガドライバーでドラゴ大王2枚目全部スピードアタッカー。しかもブロッカーはタップしておかれます。ライオネル何それ、美味しいのと。こっから負けませんよ絶対に。何、あれ何出してくんの。もう全然よ。エルドラード決して屈することはないって。屈しますよあなたは。3点パンチ、まあブロッカーいますけど、ドラゴ大王、トバリュードラゴ大王のこの3打点止められるわけがない。待って、連ドラ楽しすぎない。やっぱね、右手をね、右手に自信ある人は絶対連ドラ、うわー